前回までのあらすじ。ナルス大聖堂に行く前に、新しい用語の確認。このゲーム、リッやもびっくりのインフレが、特徴です。スラフェスの初見実況進行役のドットコムドットコムです。さあ、今回は第30回目からのスタートになります。では、早速始めていきましょう。これですね。はい、では、まず皆様に一つお知らせがあります。今回の収録は再収録という形になります。まあ、なので完全初見にはなりません。実を言うと、一回収録はしたんですけれども、編集段階になって映像が撮れていないという事実が判明しました。まあ、なので、セーブデータを差し戻して、まあ、今回やり直す形でプレイしていきます。まあ、結構内容については、割かし覚えているので、まあ、なんだろう、結局内容は結構知ってるんですけれども、まあでも、なるべく初見の時にどういうリアクションしてたのかっていうのは再現するつもりでいますので、まあその点はご了承ください。はい、じゃあ、早速始めていくんですけれども、まずですね、裏で調べてみて分かったことがまた2つほどありましたので、この場で軽く説明していきます。まず1つ目。実はですね、このゲーム、会話中にメニューを開くことができます。まあ、こんな感じですね。で、これバグなんじゃないのって思った人もいると思うんですけど、実はこれ仕様です。実際ですね、制作者さんに問い合わせてみたところ、イベント戦などで体力が減っている時に、まあ、リセットせずに回復できるようにするためにこういう風な仕様にしているという回答をいただきました。まあ、なので実際これに関しては意図された動作なんですね。まあ、僕もちょっといろいろ確認してみたんですけれども、装備の変更やセーブロード、あとは時点の確認などができることも確認しています。まあ、なので、総じて会話中にメニューを開くっていうのは問題ないので、まあ、皆さんプレイする際に安心して使っていただけたらと思います。正直ね、これを知ってるだけでかなりプレイしやすくなると思います。このゲーム結構戦闘難易度が高いので、まあ、何かとイベント戦などで倒れてしまうと、またやり直すが面倒だと思うんですけれども、そのイベント戦などで体制前に、イベント戦の前に体制を立て直したりとか、あとは、戦闘が起こる直前でセーブして、イベントをスキップしたりっていうふうに、まあ、いろいろ活用できますので、まあ、ぜひ、プレイする際には、まあ、バグかも、バグっていうふうに思ってしまう方もいるとは思うんですけど、実際これバグではないっていうのを確認していますので、安心して使っていただいて、まあ、ぜひ活用いただけたらと思います。はい。まあ、それが一つですね。で、次、もう一つですね。過去の動画のコメントなんですけれども、このペースでいくと、最終話にはドリルマンを並みの本数になると思いますっていうコメントをいただきました。で、考えてみたら確かにそうだなっていうふうに感じました。っていうのは、前回最後にランキングをお見せしたと思うんですけれども、そこで、プレイ時間が約30時間って出てましたよね。で、この30時間を単純に僕の動画の本数に当てはめて考えると、僕はだいたい動画1本を約10分で出していますので、180本っていう計算になるわけです。で、ドリルマンの実況が、まあ、おまけとか PV とか除いたら、本編が192本になりますので、おそらくそれも考えたら今回、このシーズンもそれだけの本数にはなるんじゃないかなと思います。まあ15分とかの動画を出してたりすることもあるんですけれども、まあ、何かな、育成とかで結構迷うこともあると思いますし、まあ、僕自身、表示のプレイ時間よりは、プレイ時間がかなり長くなってしまう傾向があるので、おそらくそれぐらい本数はいくんじゃないかなと思います。で、もしかしたら場合によっては200パートを超える可能性も十分考えられます。まあ、それだけ長いシリーズにはなりますけれども、まあ、ぜひお付き合いいただけたらと思います。まあ、皆さんがこの動画を見てる頃には動画何本出してるかわからないんですけれども、まあ、そういう感じになりますので、気長にお付き合いいただけたらと思います。はい、じゃあ、そんなわけでやっていきましょう。ナウス大聖堂に向かうところですね。じゃあ、行きます。マップ見ると、矢印、びっくりマークがあるから、ここでイベントかな。何人かいますね。これは何？露天商。たくさんいいものがあるから買ってね。
フリーマーケット。タブレット50って安いのかな。でも割と安そうな気はするな。さあ雷と一緒に踊りましょう。マジか。電源だからこれは合成に使う感じですかね。どうなんだ、タブレット50って安いのかな。ちょっと他のとこどうだったか覚えてないんですけど、なんか安いような気はするな。まあいいや。ん？食事好きな人。あー、ちょっとそこの黒い子。これか？そうそう。新しい料理を考えているところなんだけど、試食していかないかい？なんだ、マルクドルグと同じような展開だな、これ。いいですとも、嫌ですとも。一応ね、これ選び直しはできるんですよね。美味しいのに。じゃあ、試食しましょう。うめえ。ビーフラビットの肉がふかふかしてて美味しいな。ゴーレムが硬いけど。え、っていうか、え、なんでゴーレムが入ってんのこれ。うまいだろ。作り方も教えてやるから家で作ってみるといい。マルクドーグの時と完全に展開同じじゃねえかよ、これ。まあいいや。じゃあこれでまた、なんだろう、エデデアスに戻った時に、また村正さんに届けますか、このネタ。なんだろう、まあいいや。兵士、あーうめえ。外の空気マジうめえわ。聖堂の中って結構息詰まるんだよね。こんだけかな。まあいいや、大したものはないから、じゃあ早速行っちゃいましょうか。ナウス大聖堂門番ヒース。ここから先は許可なき者は立ち入ることはできませんです。お引き取りを。僕は英雄の志願者です。あと、この人たちはエレデアスから来たという人たちです。ナウス大聖堂門番アーシー。ああ、英雄志願者か。なあ、通るといい。エレデアスだと？エレデアス、それは事実ですか？ああ、事実だ。我々はゼフィリア法王と会談したい。通していただけないか？どうする？ゼフィリア法王に知らせておいた方がいいかもしれませんです。そうだな。一応兵士長にも知らせておけ。族だとまずい。わかりましたです。しばらくお待ちください。です。その語尾のですはいるの？あなたたちがアレファスリーであるというのですか？確かに変わった格好ですが。やっぱわかる？浮いてますね。主に服がですが。服変えるつもりはないな、武石。そんな奇怪な服でですか？ブランドもあるんだぞ。はあ。まあ、それはね、それは世界が違うからね。多分服装も全然違うんでしょうね。どうぞお通りくださいです。ゼフィリア法王からは良ければ会食はどうかということでしたです。てか、ヒースの言い方がすごい言いづらいんだけど、これ。全員で良ければ会食で構わんよ。わかりましたです。では、ついてきてくださいです。大丈夫かな？何か仕込まれてたりとか。特別チェックシステムがあるから大丈夫だよ。準備万端なんだね。あれ参考になるのか？この前なんかポテトチップスに高血圧促進成分ありって反応出てたぞ。いや、それ普通だから。本当に危険なものの場合は音が出るから大丈夫。ちなみにブザーの種類は6種類あって、今うちの社会だけど、他のにする？おいおい。どっから突っ込めばいいんだろう、これ。ちなみに出られるのか、一応。エデデアスカーの客。まさかそんなことが。まあ、そりゃそうだろうな。あー、違う。